どうも、しゅんです。こんにちは。どうも、小川です。はい、ということでですね、今日は、僕たちが就活生だったら行きたい企業3選についてお話ししたいなっていうふうに思うんですけども、はい、りょうくんも僕も今一旦就職活動はしてないんですけど、いろんな企業と関わったりとか、会社っていうものは見てると思うので、もし就活生だったら行きたい企業について話しましょう。そう、俺も就活してたからね。ね。就活の軸は人なんだよね。結論人になった。もう今の時代において大きい規模の億単位のお金を動かせるとか、人とかインフラを動かせるっていうのが大企業に入るメリットだと思うんだけど、もう今の時代においてはそれもなくなってると思うんだよね。例えば20億資金調達したりとか、株主とか集めてお金を集めたりとか、人を動かすことって今の時代学生でもできないことはないんだよ。っていう点において自分が就職するとしたら人なんだよね。その自分に持ってない人と持ってないものとか、本当に尊敬する人の下で学べるとか貢献できるってことが結論一番会社に働くメリットだなって思ってて、もし自分が就活するとしたら自分が尊敬する人の下で働きたいし、吸収したいって思うから、就活の時は人です。俺はもちろん人もあるんだけど、あえてあげるとしたら社長かな。やっぱ尊敬できる社長のところで働いた方がいいなと思っていて、はいはいはい、社長ってすごい遠い存在にみんな思えると思うんですけど、実は近い、うん、メガベンチャーになればなるほど近いなと思っていて、普通にエレベーターがあったりすると思うし、うん、やっぱ結局自分の提案って大体部長とかを通して社長に言ってるから。確かに。そう、結局社長がどういう思考で物事を考えてるかによって、うん、自分のプランとかが採用されるかが変わってくる、うん、から社長が本当になんかイケてない、例えばそのビジョナリーじゃないとか、うん、そんな社長あんまりいないんだけど、会社が好きじゃなさそうな社長とかよりも本当に会社が好きでもう堂々としてて、いやもう絶対にうちの会社は世界を変えるって言い切ってる人についてった方がいいと思って、うん、そういう人の方がやっぱ働いて楽しいよね。なるほど。確かに会社イコール社長みたいなところがあるので、うん、大きくても小さくても社長を見るっていう、ね、いや絶対見た方がいいと思う。わかりました。じゃあということで、僕たちの就活生だったら行きたい企業3選について語ろうと思います。はい、難しいね。でも就活生だったからさ、一応ね、でしかもインターンもしてて、インターンしたところで言うとクルーズって会社、ショップリストとかやってる会社と、はいはい、あとはリクルート、うん、ジェクシーとジャランとホットペッパーでインターンして、はいはいはい、サイバーエージェント、うんうん、あ、サイバーもインターンしたんだ。うん、サイバーちょっとインターンしたんだけど、挙げるとしたらやっぱその中の3つで言うとサイバーはやっぱ好きだな。なるほど。質なサイバーエージェント、そこはねいいんですよ。理由は何かありますか？やっぱりね、まあ、みんな結構サイバー憧れる人多いと思うんですけど、もうその通り、もう多分みんなが思ってるイメージなんですよ。やっぱみんな楽しそうに働いてる、もうそれが超大事で、あとはすごい仕組み化されてるんでね。しかもアベマ超いい時期じゃん今、うん、もうこの成功するかしないかも、成功してんだけど多分俺の中では。なんかもうでもこれからさ、やっぱネットフリックスとか、あとはまあディズニーも出してきたじゃん、ディズニープラスみたいな、ああいうのも出てきた中でテレビのリプレイスというかさ、スマホで動画見るの当たり前になってくるわけじゃないかな。そのチャレンジを今日本で一番やってるっていうのはいいよね。かっこいいな。いや、かっこいい。あともうめっちゃサイバー愛が溢れちゃうんだけど、やっぱビジョンがいい。21世紀を代表する会社、うん、もうまさにそうじゃん。アベマとかもさ、まさに本当にこう21世紀を代表するプロダクトだと思うし。いや、マジそう。ずるい。じゃあ、ウォンテッドリーでしょ。ウォンテッドリーはめっちゃいいと思う、俺は。なんでかっていうと、まあ理由はいっぱいあるんだけど、ビジョンがいいよね、まず。心躍る人を増やすっていう、働くことに対してワクワクする人を増やすっていうビジョンがすごくいいと思ってて、でそのために集まってるから、みんな利益目的というか、ビジネスビジネスしてる人があんまりいないんだよね。で、エンジニアもビジネス職もすごい距離が近いんだよ。だから働いてて、なんか別の、例えば就職した後なんかやることになったとしても、仲間集めっていう点ではめちゃくちゃいいと思う。確かにね、視点がちょっと違うかもしれないけど、ね、エンジニアマジで超優秀。モンテッドリーのいや、ほんね、モンテッドリーのインターンめっちゃ難易度高いらしいね、エンジニアの、うんうん、友達も行ってめっちゃレベル高かったみたいに言ってて、そうそうそう、結構新しい技術使ったりとかしてるし、うん、めっちゃなんかエンジニアはいいよね。そう、サイバーエージェントは若干系統は違くて、どっちかというと落ち着いてる人が多いイメージで、すごいビジョナリーな人が多いので、ね、自分にはすごい合ってるなって思うし、まあ、自分の事業とすごい似てるから競合ではあるんだけど、すごくいいサービスだし、いい会社だなっていうふうに思う。いや、さすが就活 YouTuber 語ることが。いや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 。あと俺もさ、
サイバー以外で言うと、まあ、すごいこうベンチャーしてるじゃないですか、自分たち。なんでそういう暁とかワンテッドリーとか、なんか結構その視聴者で言うともっと硬いとこがいいんじゃないのか、硬いとこダメなのみたいな思うと思うんですけど、俺伊藤忠好きで、伊藤忠結構仲いいんですけど、そう、昨日も部長さんと伊藤忠仲いいって言ってんねーわ伊藤忠仲いいって言ってんねーわ何時かしてもらったんだけど、なんかね第8カンパニーってものができたんですよ。知らないでしょこれ。繊維部門とか、うん、あの食料部門と部門ごとにあの分かれてるのね、うん、で大南グループとかそういう分かれてるけど、うん、第8っていう、うん、そのね全てをまたぐ横断部隊ができて、うん、なんかその勝者って結構今やばくて、うん、あのぶっちゃけそのいらなくなってきたんでね、そのネットで全部リプレイできるようになってきて、あんまり勝者の勝ちってすごい難しくなってきたところに、伊藤忠レベル本当に世界グローバルでめちゃくちゃ活躍してるし、半端ないお金持ってるのね、うん、本当にの売り上げも高いんだけど、でも危機感はしっかり持って、うん、第8部隊というしっかり作ってイノベーションを起こしていこうっていうのが、うん、社内の上の人は分かってる。いやそれ超大事で、やっぱその大企業ってみんな分かっているんだけど行動しないっていうのが結構多いなと思って、うん、一定結局ベンチャーに進出されたりとかすると思うんだけど、いち早く着手してしっかり売り上げを上げてきてるのが伊藤忠。しかもみんな頭いいし、なるほどね、すごい。いや毎年就職行きたい企業ランキング1位だもんね。そうでもそれはちょっと違うなと思ってて、うん、伊藤忠の本当に良さを知ってる人って結構少ないと思ってる俺は、うんうん、1位だから行こうかなみたいな、なんかその行きたいな憧れみたいなで選んでる人結構多いなと思ってて、なんかしかもグローバル強そうだし、うん、強そう高すぎだなと思ってて、もっともっと踏み込んでやっぱ伊藤忠の良さをブレイクダウンしていくと本当にいい会社だと思ってて、うん、1位になるところもあるなっていうのすごい感じ、うんうん、なるほどね。大企業特有の守りの姿勢じゃなくてちゃんと攻めの姿勢もあるっていう点がいいっていうことね。なるほど、ね、じゃあ2つ目は伊藤忠ということで、うん、2つ目、大企業とかももちろん魅力的だし、もし自分が就活する方は受けると思うんだけど、受けるとしたら暁に受けるかなと思います。はいはい、塩田さんとかね、うん、そう、暁っていう会社ね、エンターテインメントの会社なんですけど、いわゆるなゲーム事業とか、あとはなんだろう、アミューズメントパークとか、うんこミュージアム作ってるね、うん、やってるやってる、横浜のうんこミュージアムとかもやってて、うん、何がいいかって言ったら、まあそれもちょっとビジョナリーな会社なんだよね。具体的には、一番すごいなって思った点は会社の KPI を決めないんだよな、暁って。KPI っていうのは目標の数字みたいな、例えば売上200億いきますとか、1人当たり5億円売らなきゃいけませんとかいう目標設定がないんだよね。それ画期的というかびっくりしたんだよ俺初めて聞いた時で、なんでないかって言ったら、まあ、それを目的にして利益追求しまくってても、はい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 、そこに幸せはないでしょっていう考え方なんだよね。で、何を代わりに決めるかって言ったらビジョンのそのKPI を決めるんだよね。例えば、誰々が幸せになるサービスを作るっていう、はい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 、まあ、サイバーエージェントで21世紀を代表作るみたいな、うん、終わりがないんだけど自分たちが前向きに終えるような目標をみんなで作ってプロジェクトごとに動くっていう、でそれで結果的に利益が出てるんだよ、ねはいはいはい、今確か260何億円利益が出てて、他のメガベンチャーよりも今勢いあるっていうふうに言われて、そこのビジョナリーなその目標を追わないっていう、会社のゴリゴリベンチャースタートアップっていうマインドじゃないところがすごい惹かれるし、働きたいなって思う。間違いない、うん、ちょっと会ったことある？ない。いやもう講演聞いたことあるんだけど、うん、めちゃくちゃすごい人だよね。そうだ、ビジョナリーで本当に言ってる通りで、なんか世界をこうどうしようみたいなことしか考えてない、うん、だから利益とかあとついてくるじゃん、うんうん、世界よくしてる会社が儲かんないわけなくないみたいな。確かにそういうこと言ってて、いや本当にすげえな。でそのサイバーインターンしてた時の友達の一番優秀な佐野くんっていう子が暁入ったんだよ、うんうん、でやっぱ他にもその優秀な友達が暁入ってるから、やっぱ本当にいい会社なんだなって思う。惹かれる会社だよね。うん、惹かれる会社だと思う。じゃあ3つ目ですね。じゃあ俺から行こうかな、うん、もうあえてタイミングを上げていきたいな。いやいやいや、はあ、ポジション飛び。いやマジで、でもタイミングめっちゃいい会社で、あのなんだろう、ポジショントークだねこれね。ポジショントークだねこれね。フラットなんですよ、うんうん、もう俺が社長だし、はいはいはい、22歳の学生社長なわけじゃないですか、うんうん、で、まあ、多くの会社って大体40代の社長とか50代の社長で若いって言われてるくらいの会社だなと思っていて、だから22が社長だとどうなるかっていうと、もう社長に何でも目の前で言えるんですよ物事。なんかこれマジこうやった方がいいと思うんですよみたいなことが、本当にこう現場のニーズっていうのがすっかりと吸い上げられる組織っていうのがちゃんと作れてるなっていうのがすごいうちの会社の強いところだなというふうに思っていて、でかつやっぱ伸びてるベンチャーって楽しい。やっぱり本当にこう毎回毎回事業数値をみんな立てて、でしっかりそれで見抜けて頑張ろうみたいな、体育会っていうかサークルというかみんなでワイワイやりながらしっかりその数値を追ってって、売り上げもう毎回 KPI 以上は絶対達成してるんですけど、
本当にそれはね、達成感も半端ないし、あとまあ自分が作ってるからあれだけど、いいサービスだから、うん、多くのユーザーから結構本当に助かってますみたいな、うん、タイミーがないと電気代払えないですみたいな、払えなくもうしんどいみたいな人とか、タイミーってあのドタキャンとかしちゃうと1ヶ月料亭しなんですけど、もう生活できないみたいな人がいたりとか、まあちゃんとドタキャンしないでねって感じなんだけど、なんかあのそんぐらい世の中にしっかりとあの価値を提供できてる会社っていう風に自分自負してるからこそ、みんな楽しく誇りを持って働けてる会社だなと思っていて、まだまだちっちゃいんだけど、もっともっと大きくなったら本当にみんなが憧れる、まあ伊藤町を超える就活ランキング1位をいつかは取りたいなと思ってる、ね、おーいいね。新卒も一応採用してる。新卒ね、9人今年入りますね。おーすごいね。え、新卒ってどんぐらいの給料なの？新卒の給料は25万かな。おーでもすごいね。普通にいいね。そう、あとストックオプション全員もらえるのよ。ストックオプションって、まあ、株みたいなやつなんだけど、普通にいいじゃない。そう、うちが上場した時に、うん、その収益がちょっと事業に還元されるって知って、そう。いいね。じゃあ僕が最後の、いや最後というか、まあ、普通にいい会社はいっぱいあるんですけど、かぶっちゃうんだけどやっぱサイバーはいいと思う、うん、ごめんでも僕そのサイバーと癒着してるんじゃないかって視聴者の方に言われるんですけど、マジで一個も癒着はしてないんですよ。俺もないね、うん、で ただそのちゃんとインターンした、初めてインターンした会社がサイバーエージェントだったんですよね。でサイバーエージェントのインターンがきっかけで会社を作ったみたいなところもあるんだよね。だからすごい、なんだろうな、自分の人生のターニングポイントになったのがサイバーエージェントのインターンだから、いい会社だなって思っています。で一番いい点では、サイバーエージェントの採用基準が素直でいいやつなんだよね。で本当に素直でいいやつって歌っている会社いっぱいあるけど、それを体現している会社がサイバーエージェントだなっていうふうに思ってます。でキラキラとか綺麗な人とかかっこいい人しかいないんじゃないかっていうイメージが世の中ではあると思うんだけど、確かに多い確かに多いんだけど、みんなキラキラの定義が違くて、その仕事に対してワクワクしてキラキラしてる人が多いね。チャラついてるじゃないですか。そうそうそう、だから全然その顔面が綺麗じゃない人もたくさんいるし、顔面が綺麗じゃない人もたくさんいるし、だけどみんなキラキラしてるっていう点で、すごいいい会社だなって思う。で俺いろんな会社取材してて、毎日1日最近で言うと4社とか5社行くんだけど、やっぱりサイバーエージェント行ったらみんなキラキラして他の会社よりっていう点で、もし就職するとしたらサイバー受けるなって思っている。あとまあ抜擢制度とかもあるけど、その子会社社長になれなかったとしても平等に挑戦するチャンスが与えられてて、挑戦して失敗したとしても、保護するというか守る制度も作られてるから、ベンチャーマインドがあってかつ大手志向もある人にはおすすめかなって思っています。はい、ということで僕たちの行きたい企業3選について語らせていただいたんですけども、少しでも参考になったら嬉しいです。ということでタイミーチャンネルもやってるので、下の概要欄にタイミーチャンネルを貼っとくので、ぜひ登録をお願いします。お願いします。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあ。2月22日、石川県の金沢市文化ホールっていうところで、SDGs 金沢企業パークという就活イベントに参加します。12時から大学生がやるべきことをテーマに僕も講演をさせていただきます。ぜひ概要欄から参加をお願いします。よろしくお願いします。